さあ来てもらおうか、俺ん家へさ。諦めて、たっぷり遊んでやるよ。女子高生の言いなつけとか超楽しそうじゃん。ゲノゲネ、やばい、春のペルソナじゃあんなのとは。大丈夫今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。何が悪かったの？よーく春を決めたようね、宿命の家のお姫様。あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの？心はとうに決まっています。いいわ、その目、これで本当の力が震える。我は何時、何時は我、美しい裏切りで自由の奏でを語るでしょう。えぐ、さようなら、お父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。ふん、適当にあしらっておけ。何百年も手遊んでやるよ、雲の上だ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。春、おとなしく俺のおもちゃになりな。あなたと話し合うつもりはない。お父様を改心させるためにも、私はこんなところで負けるわけにはいかない。これが春の本当の力。春、よし、やろう。あのクズ野郎を叩きのめすぞ。ペルソナ惑わせ。オッケー、やれる。ペルソナ！サンダーバード！ユバイ！覚悟の時間だ。負けられない。アンサーが華麗に回避。
減るから。リラディ。力が湧いてくる。いい技だ。何が弱っちいだよ。彼消えちゃったけど大丈夫なの？ちゃんと教えてあげたの？教えたはずなんだが。伝わらなきゃ意味ない。安心して、認知上の存在と現実の人間とは全く関係ない。あっちに戻ればピンピンしているわ。じゃあ死んでないのね？そういうことだ。つかさ、仲間が増えたんじゃね？これよろしくな。コードネームならすでにある。ノワールと呼んでくださる？ノワール、フランス語で黒の意味。私は正義のヒロインでありたいけど、怪盗は純然たる正義ではないでしょ。そんな自戒を込めてノワールとのことだ。まあ本人が気に入ってるなら。設定作り込んできたな。ノワール、いいじゃない。迎合しない気高さや社会への反抗心を感じるわ。ありがとう。気抜くなよノワール、お宝取るまでがパレスだぜ。はい。偉そうに。